ベテランショバとなりましたスペシャルウィーク。これまでは芝ではシーザリオ、ブエナビスタといった牝馬の大物が目立ち、ボバはコルトブリッツやローマンレジェンドなどダートで頂点に立つ傾向がありましたが、その流れがここに来て変わってきており、昨年は東方ジャッカルが菊花賞を驚異的なレコードで優勝、待望のボバクラシックホースを送り出しました。また年明けの京都金杯ではウィンフルブルームがスピードを遺憾なく発揮し好タイムで逃げ切るなど、ボバにおいても芝での活躍が目立っています。ダートでの実績も衰えることはなく、現4歳牝馬のローブデソアが連勝でオープンまで出世し、先月のオープンヤマトステークスでも花差2着と健闘、また名将ノーベルもダート短距離の重賞オープン路線で上位争いを演じています。これらの活躍馬は皆筋肉が非常に柔らかく、全身運動で豪快な走りを見せてくれるのが特徴です。近年では母の父としての活躍も目立ち、昨年はエピファネイアなどの活躍もあり、ブルードメアサイヤーランキングでは総合5位という素晴らしい成績を残しました。さてスペシャルウィーク号の本年度の種付け料ですが、受胎条件の100万円、生後条件の150万円に設定させていただきました。今年で20歳を迎えましたが、健康状態に問題はありません。東方ジャッカルは今年のコバ G1 路線の主役を張る可能性も十分です。大物を送り出せる非常にポテンシャルの高い脂肪馬ですので、ぜひスペシャルウィークをご検討ください。以上スペシャルウィークでした。